クリストファー・マーローは、イギリスの劇作家、詩人、翻訳家、大学祭人、エリザベス朝時代に活躍、華麗な無印詞で知られる。代表的演技曲は、ホースタス博士、エドワード二世など、シェイクスピアに先駆けて、エリザベス朝演劇の基礎を築いた人物の一人、イングランド東部の都市、カンタベリー出身、貧しい靴屋の子として生まれるが、 奨学金を受けて、ケンブリッジ大学に入学。聖職者となることを期待されるが、マーロー自身は、聖職や進学に興味を示さず、もっぱら文学に傾倒した。大学入学直後から、儀曲執筆を始めており、カルタ語の女王大道は在学中に書かれたものと言われる。また、ローマ時代の詩人、オビディウスの恋愛集や、 ルカヌスのファルサリア第一部の英訳も行っている。1587年7月に大学卒業。この時度重なる長期欠席や国家転覆の陰謀に関与したという噂のため、修士号受を取り消されそうになるが、交換のコネを使って切り抜ける。卒業後、分泌活動を本格的に開始した。劇作家としての最初の成功は、 1587年に上演したタンバレイン大王によって得られた。これは中央アジアの征服者ティムールの生涯を題材とし野心と征服欲をテーマとする電気悲劇である。直後には同作品の第二部を発表した。自作は正確には不明だがドイツのファウスト伝説をもとに執筆したホースタス博士と言われている。この作品は 当時の主流スタイルである語幕物で、ファウストを題材にした戯曲としては、世界初と言われている。他に、金銭欲のゴンゲである、ユダヤ人バラバスの作謀と破滅を描いた、マルタ島のユダヤ人、3、バルテルミーの虐殺を素材とした、パリの虐殺、そして、エドワード2世がある。これらの正確な執筆年代は全て不明である。一時同居していたというトマス・キットをはじめ、 ロバート・グリーン、トマス・ナッシュ、ジョージ・チャップマン、トマス・ワトスンなど同時代の多くの文学者と交流があった。1593年5月、居酒屋で喧嘩に巻き込まれて不慮の死を遂げたと言われる。29歳であった。マーローの生涯と死をめぐる地上には多くの謎や伝説がある。マーローは1584年以降、少なくとも二度にわたり、大学を無断で、 長期欠席した。しかもこの長期欠席の間に、密かにフランスへ渡り、ランスにあったカトリック教徒の秘密結社に加入し、女王打倒の陰謀に加わったという噂が流れた。これが終始号4の際に問題とされ、大学によって事情を左問されたが、マーローの回答は、大学側を納得させるものではなかった。マーロウは、とある交換のコネを使ったらしく、 まもなく数密院からマーローが女王のために多大な働きをしたと記した書簡が送られてきた。これによってマーローは終始号を得ることができた。この長期休学中にマーローが女王の諜報機関の活動に関与していたという説があるが、この説は一定の指示を得ている。彼が頼ったとされる交換については、諜報機関の長であったフランシス・ウォル・シンガムであったと。 考えられており、さらに彼は単に情報に従事しただけでなく、敵方にも情報を流す二重スパイであったという説も唱えられている。大学卒業後のマーローは、無来な生活を送っていた。例えば1589年には、マーローの隣人とトマス・ワトスンとの間で起きた致死事件に巻き込まれて投獄される。無罪が判明して、すぐに釈放されるが、 獄中で偽金作りと知り合ったらしく、釈放後に自分は貨幣の作り方を知っており、イングランド女王と同じ程度にそれを作る能力を持っていると公言して回ったため、当局の布教を買ってブラックリストに記載された。また1592年にロンドンで二人の巡査を脅し、脅迫行為を再び行った場合は罰金を払うことという制約を命じられている。 さらに当時の通年では非常に反社会的な思想とみなされた無心論を報じているという噂があった。同様に当時恐るべき悪徳とされていた同性愛者であったという噂もあり、学者の間でも議論の対象ではあるが確実な証拠はない。1593年5月5日、ロンドンのオランダ人墓地に外国人襲撃を先導する無記名文書が張り出された。 当局はこれを問題視し、5月11日に不審者の逮捕と拷問が認められた。翌日、マーローの友人トマス・キットが捕らえられ、その住居から無心論的な言説を記した紙片が発見された。キットはこれを一時同居していたマーローのものであると主張した。そこで5月18日、当局はマーローに逮捕状を出した。彼は、ゲント州で逮捕されたが、 なぜか、投獄や拷問はされず、ただ毎日数密院に出頭することを命じられただけであった。なお時期は不明であるが、この頃、リチャード・ペンズという人物が、マーロンの特進的言動を記した、長大なリストを当局に提出している。5月30日夜、マーロンは、ロンドン近郊のデッドフォード村の居酒屋にいた。 そこで、マーローと三人の客の間で感情争いの喧嘩が起き、その一人、イングラム・フライザーが、マーローの眉間をナイフで突き刺して殺害した。当局はこれを単なる事故として処理したが、現在では何者かによる暴殺というのがほぼ定説になっている。まず、マーローが学生時代に、情報活動に関わっていたという説があるため、 何らかの口封じのために殺されたという説がある。マーローを殺害したイングラム・フライザーが、諜報機関の長であるウォルシンガムの使っていた男で、あり、事件後の真理で簡単に無罪とされたことが有力な根拠として挙げられる。またマーローが、たびたび公言していた、無心論的な言説を根拠として、彼がこの頃、ウォルター・ローリーを中心に存在したと言われる、進シソーサークル、 夜の学派に関係があり、そちらの口封じのために殺されたという説もある。ありがとうございます。